しかし敵ながらあっぱれなやつだ。我々の関連組織を9つ潰し、それだけでは飽き足らないらしい。はい。ガルシア、ミツルニ、そして生体サンプル、機械人形、いずれも我々の手を離れていった。その影に常にいるのがあのアギョーだ。町の開業探偵と我々の接点がどこにあるのか皆目見当もつかない。なぜそうまでして事件に関わってくるのか。悪運と彼自身は言っているようですわ。悪運？私のセリフだよそれは。お察しいたします。例えばこの女性たちを見たまえ、顧客を喜ばす商品そのものだ。君は元探偵だから、これは犯罪行為としか考えられないのだろうな。私はアウトフィット極東支部の責任者だが、それ以前に事業家だ。この女性たちは大切な商品だし、私の祖国の文化を継承させる媒体でもあるのさ。それを本部連中は機械人形を単なる兵器としか使わんという愚か者ばかりだ。メイヤーがいれば一国の国家元首ですら傀儡にできるというのに、本部がメイヤープロジェクトの進捗状況を尋ねてきている。だが結果は君も知っての通り散々だ。心中お察しいたします。このままでは私とて無事では済まん。あのアギョー・ソーマと一緒に心中をするつもりはないのでね。君をこのプロジェクトの責任者に任命しよう。はい。アギョーを消せ。仰せの通りに。電話が鳴ってるようだ。何をすべきかは分かってるよな。アギョーちゃん。切るぞ。来たわ来たわ、来ちゃったの。よかった。あれが来て喜ぶ女みたいな言い方はやめろ。今アヤちゃんからの教えてあげないんだから。何？やつから悔しかったらお店に来てね。おい、ちょっと待。しょうがない、行かざるを得んな。
業様、本日もなさいますか？おお、気持ちいいやつを頼む。たくさん出してさっぱりしてください。白いやつをたっぷりとな。誠心誠意尽くさせていただきます。耳かきが気持ちいいぞ。耳垢をたくさん出してさっぱりしてください。なんで耳垢って白いんだろうな。皮膚細胞が死んでいるからです。というわけだ。良い子のみんな、わかったかな？どなたにおっしゃっているのですか？大宇宙の医師だ。ありがとう、さっぱりしたよ。はい、またご要望があれば。耳かきの才能はあると思う。ボディの洗浄会？はい。なんだい？またご一緒してはいけませんか？風呂を一緒にかい？はい。何か訴えかける目で俺を見ているぞ。じゃ、少しだけ。はい。皆まで言うな。阿行様、どこの話をしている？阿行様の胸ですが。疲労度 120% アップ。どうされましたか？元気なさそうなお顔です。ちょっと胃に穴がな。チュッ。うわっ、背中にキスなんてするな、アホ。綺麗にこすりましたから、キスしても清潔です。そういうことじゃなくてだな。ミント、お前最近ちょっと変だぞ。変だとしたら、それは阿行様のせいです。もう出る。お湯でお流しいたします。風呂は気持ちよかったが、幸せです。最近あいつちょっとおかしくないか？お呼びになりましたか？もうすぐ入浴の後片付けの準備をしなくてはなりませんので。阿行様、お風呂はもう抜いてよろしいでしょうか？何かあるときはお呼びくださいませ。何かハウスキーパーでも雇った気分だな。阿行様、こんな夜遅くまでお疲れ様です。ミントの生活は規則的だな。はい、就寝前に私とまた接吻しますか？妻たる者の務めと聞き及びました。お前な、妻って一体なんだ？妻とは夫婦の傍らでございます。
こいつは悪気があるわけじゃないんだ。だがその分、もっとたちが悪い。はあ、私としたくなった時はすぐにおっしゃってくださいね。いつでも大丈夫です。お前な。じゃあ人前でしたいって言ったらどうする？殿方にはそういう時もあると聞き及んでいます。私は大丈夫です。さあ、お手を。一緒に寝室へ参りましょう。もうどうにでもなれって感じだ。阿行様、お先に失礼します。阿行様、ん？したくなったらおっしゃってくださいね。ベッチ！俺はもう寝る。はい、おやすみなさいませ。あの、阿行様。はあ、まったく。はい、誠心誠意尽くさせていただきます。お前さ、まったく急に元気になって。阿行様、失礼いたします。どうすれば阿行様が幸せになりますか？だろうな。ここ数日ずっと出ずっぱりだ。もう少し下。はい。これでよろしいのでしょうか？なあ、かなりいい。よかった。おい、それが肩叩きか？変です。なぜかこうしたくなりました。阿行様。何をやってる？阿行様が髪の毛を引っ張るからです。嘘をつけ。嘘を気持ちよかったでしょうか？暖かいです。いつもこうして眠りたいです。俺がうなされる。やっぱりあれから変わったな、ミント。成長する女神メイヤか。確かにミントは成長している。しかも超速の成長だ。これがミントの秘密なのだろうか。
もう寝よ。明日もまた早い。鼻がむずがよい。バックス。だ。アギョー様、おはようございます。いつからそこにいた？はい、かれこれ2時間ほどになります。アギョー様の寝顔はとても可愛らしく、私の心がキュッと痛みます。2時間？ずっと俺の寝顔を？はい、とっても大きなお口をお開けになって酸素を吸入していました。お、大きなお口。はい、げんこつが入ってしまうくらいでした。100年の恋も冷めたかい？いいえ、心の底がじんわりと温かくなりました。変な、アギョー様、朝ごはんまでもう少しお時間をください。はあ、事務所へ行こう。頭がぼーっとするぞ。お、アギョー様、洗顔なさってください。あと、おひげもお剃りになった方がよろしいでしょう。まるで世話女房だな。そんな女房だなんて。ああ、疲れた。アギョー様、もうすぐお朝食です。そうか。もちろんお食べになりますよね。そうだな、いただこう。食卓がございませんので、こちらの机で。なんだ？アギョー様、ほっぺにご飯粒が。自分で取るよ。そんなことはしなくていい。ですが、夫婦はこのようにすると聞き及んでいます。誰が夫婦だ、誰が。じ、俺とお前を刺さなくていい。いいか、ミント、話がある。アギョー様が愛をくださったあの日のことは、生涯私のメモリーから揮発しないでしょう。ところで、どのようなお話でしょうか？何でもない。ごちそうさん。最近食が進みませんが、いかがなさいましたか？いろいろあってね。私が抱きしめて、元気を少し分けて差し上げましょうか？もっと元気がなくなるよ。こんな食生活でいいのだろうか。